ペースの右吉左吉秋吉です。今日はですね、チオーラルシガレッツレッドクリミナルの一番サビの終わりまでやっていこうと思います。こちらの動画ですね、簡単にではありますけれども、ベースフレーズ、ベースのポジションが参考程度になる動画になっております。こちらですね、中野さんからリクエストをいただきました。リクエストありがとうございます。それではですね、早速最初から弾いていこうと思っております。まずですね、最初なんですけれども、まあシンプルですね。1と2と3と4と1、2、3、4、これ右手はですね指弾きで人差し指だけでやってます。まあテンポが早かったらですね、交互にやってもいいと思いますけれども、人差し指でこと足りるんでしたら人差し指だけでいった方が安定するんじゃないかっていうところですね。まあおそらくですね、5弦ベースの5弦の部分で結構対応されて弾いてると思いますけれども、4弦で対応させていただきました。そしてルートですね、まあここら辺はですねシンプルになっております。そして現実のあたりですね、ボーカルが入るところからいきますけれども、まあしっかりここ止めていくっていうところですね。3、4、1でシンコペーションパターン、1と2と3と4と1と2と3と4とのシンコペーションのパターンですので、やはり裏の部分ですね、1と2と3と4と1と2と3と4と、どこにどの音が入るのかっていうのを把握しながら弾いていくと。次のところとかもそうですよね。動きがあるベースラインですけれども、1、2、3、4、まあかっこいいフレーズなだけにですね、しっかり押さえていくということですね。4、1、指使いもですね、どの指で弾いていくのか、人差し指なのか中指なのかでも大きく違いますけれども、まあできるだけね人差し指を多用しながらの方が弾きやすいんじゃないかなっていうところですね。ですね、ここのサビの前はですね、しっかりリズムを把握しながら弾かないと、あれ何拍目だっけってなりそうな、2、3、うっ、でサビですね、今サビに入っております。まあいろいろね、なんか細かい動きありましたけど、まあ、そこまでね、今のところここも中指で処理するのか、こうなるからやっぱり小指あたりでね、薬指と小指がですね、まあ、なかなか動きにくいところではありますけれど、次の指を見ると小指で処理したいところですね。なので次の音の調節をですね、先に捉えておく、先読みっていう能力もですね必要になってくるのかな。まあ初見とかでね弾かないんで、あればですね、まあ、そこまで必要じゃないかもしれませんけれども、まあ次もう弾き始めたら次の小節、弾き始めたら次の小節っていう感覚で弾いてあげた方が、やはりですね頭が一回次の小節を読むっていう作業になりますから、まあ体がですねその頭についていくような感じで、先読みっていう形でやっていくといいんじゃないかなっていうところですね。以上です。まあひとまずね、一番のサビまでっていうところで、まあ結構ね5弦の方の音でどこ弾いてるのかなっていうところもありましたけれども、まあ大体合ってるんじゃないかっていうちょっと曖昧なところでですね、正確にはですね他の方の弾いてみた動画も見ていただきつつ、参考程度にしていただければなと思っております。またですね、
後半もやっていこうかなと思っておりますけれども、ひとまずここまでとさせていただきます。中野さん頑張ってください。さあそれではですね、また次回の動画は皆さんのコメントに寄せて、コメントからですね順次対応しながらやっていこうと思っておりますので、まだまだあと何曲かあったような気がしますんでね、交互期待っていうか、ゆっくり待ってていただければなっていう感じで、また次回の動画を見てください。チャンネル登録高評価もお待ちしております。以上です。ベースの右足左足秋吉でした。またね。